どうも料理のお兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はですね、これちょっとすごいですよ、これエスビーさん、濃いシチュー、キノコバター、こちらの商品とですね、コラボレートさせていただきまして、料理の方を作っていきたいと思うんですけども、これね、私この動画撮る前にですね、実際作って食べました。これね、マジでうまいです。何がうまいかってね、これね、まあ、ここにも、ね、一応書いてあるんです。あの発酵バターここって書いてある。マジで濃いんですね、味が。で、あと僕が一番驚いたのがね、このポルチーニなんですよ。僕ね、結構イタリア料理好きなので、ポルチーニ自分でも乾燥のをですね、戻して使ったりしてたんですけども、めちゃめちゃね、それに匹敵するくらいポルチーニの香りが強いんですね。なのでですね、かなりね、高級感のあるシチューに、なってしまったっていう、ね、のがあるんですけども、まあ、こちらをですね、ちょっと僕なりにですね、まあ本当にシチューで作ってもめちゃめちゃうまいんですけども、それだとね、僕がやる意味がないので、はい、僕なりに、ちょっと、まあ、これがうまいんじゃないのかなっていうですね、とっておきのレシピを今回開発してき、ました。今回マジで自信あります。はい、なので、ちょっとね、これから実際作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは、材料ですね、紹介していきます。まずですね、こちらの濃いシチューキノコバターですね。はい、こちら1かけ、あとですね、こちらしめじ半パックになります。 50g ぐらいですね。あとベーコン、こちらが 40g。 僕は、角切りが好きなので、ブロックタイプを使うんですけども、こちらの薄切りタイプでも構いません。こちらですね、 40g 使います。あと調味料の方がですね、バターが 5g、 あとパセリですね、こちら彩りに適量ですね。あとこちらブラックペッパーですね、こちらね、必ずね、 SB さんのブラックペッパー使ってくださいね、必ずです。はい、卵が、1個、これ、卵黄だけ、使います。はい、こちらが、粉チーズですね、こちらも最後に振りかけるように使います。冷凍うどんが1袋、お水ですね、 80cc 必要になりますので、よろしくお願いします。以上の材料でやっていきます。はい、それではですね、早速やっていきたいと思います。材料を入れていきます。まずしめじですね、これ石突きを取ってばらしたものになります。入れていきます。ベーコンですね、僕はですね、ブロックベーコンが好きなので、ブロックベーコン使っているんですけども、薄切りのでも構いません。こちらを入れていきます。普通にとかとか入れちゃいますね。はい、水ですね。濃いシチューきのこバター、こちら1かけ使います。で、1かけなので、今回ね、1人前に対して1かけなんですよ。なのでね、8人前でいきます。 1箱買っていただければ8人前でいきます。これね、コストパフォーマンス最高です。ほとんどの味付けはこれだけなのでね、いい味が出ます。これでね、でこちらをポコッと1かけで、あとバターですね、こちらに入れちゃいます。はい、でですね、ここの上に冷凍うどんをね、ドカッと乗せちゃいますね。で、この状態にします。この状態だとすごく不安ありますけども、大丈夫なんですよ。このままレンチンするんですけども、この冷凍麺がですね、温まるうちにですね、ほどけてシチューのルーがですね、溶けるっていうような構造になっておりますので、必ず麺はね、最後に入れていただくようにお願いします。この状態でラップをしていただいて、まあ、そんなピッチリやんなくていい、ふわっとで大丈夫です。この状態です。材料入れただけですね、これね。はい、この状態でレンジで600W6分。ちなみにですね、500W だと7分20秒ぐらいですね。これを入れてチンしていきます。それではですね、チンが終わりましたので取り出します。はい、こんな感じになります。開けると、お、いい感じで溶けてますね、これね。で、こちらをですね、混ぜ混ぜしていきます。ルーがね、どこかに、さ、ここですね、ここに潜んでますね。なので、よーく混ぜますね。ルーが固まってると味にばらつきが出てしまいますので、よーくこの時点でね、混ぜてあげてくださいね。そうすると、だんだんとですね、いいとろみがついてきます。あ、もう結構ついてきましたね、とろみ。あ、もうね、この時点でね、めちゃめちゃポルチーニの匂いがするんです。これ部屋の空気をね、送りたい、画面越しに。それぐらいね、かなりこのいい香りがします。高級そうな香りっていうんですか、ちょっとレストランに来た感じになりますこれね。シチューのね、塊が、あ、もうダマがなくなってきたなと思ったら、これぐらいね、混ざりましたら器に盛り付けていきます。結構ソースがしっかりとまとわってます。
はい、でここにですねちょっとトッピングをしていきますね。ちょっと真ん中に少しねくぼみを開けてください。もうね僕の動画見てる方はね何がここに来るかもうお分かりだと思います。そうですね、卵黄ですねこれね。はい、いつも乗せてるんだけどね、卵黄の周りに、黒胡椒、こちらねお好みで大丈夫です。お好きな方はもうほんとたっぷり振っていただいても全然大丈夫ですね。で今回は、粉チーズも振っていきます。こちらもお好みです。こってりが好きな方はねたっぷり振っちゃって大丈夫ですね。で仕上げにパセリをねパラパラっとあしらっていただければ、緑が入るとねぐっと彩りが綺麗になります。こちらでですね超濃厚シチューカルボナーラうどんの完成です。はい、それではですね出来上がりましたので、早速食べていきたいと思います。もうね香りがやばいですこれ。僕はね最初からクライマックスなので卵黄は最初に潰します。はい、この卵黄を絡めてですねいただこうと思います。いいですね、いただきます。うん、うん、毎日これでいい、っていうぐらいですね、うまいです。もう本当に味付け的にはこの濃いシチューでやってるんだ、きのこバターのこれなんですけど、ものすごいいい味がついてます。さすがね濃いシチューっていう、感じですね。まあ一応ね追いバターと追いチーズはしてるんですけども、それと卵黄が合わさりまして、もうものすっごい濃厚になってます。本当にねお店で食べるような仕上がりになっております。もう一口いただきます。であとねこのしめじを使ったのもすごい正解だと思います。ポルチーニを使っておりますので、あたかもね高級キノコポルチーニを食べてるようなそんなですね感覚に浸れます。でですねもうこれでも十分美味しいんですけども、今回は、ね、ちょっと味変をしてみたいと思います。タバスコですね、僕ね結構好きなんですけども、これをですねかけることによってなんとチリカルボナーラになるんですね。これねいただきます。うん、めっちゃ合います。これはね結構ね濃くてこってりしてる料理になりますので、後半食べ進めた時にちょっと味変でですねタバスコを振っていただくと、これね結構ね酸味と辛みがついてますので、意外とねさっぱり食べれるんですね。こちらでですね味変をしながら最後のうどんの一本まで楽しんでいただければなっていうふうに思います。こちらですね本当に、見てて、分かっていただいたかなと思うんですが、めちゃめちゃ簡単なんですね。どれぐらい簡単かっていうと、撮影中ずっと僕座ってたんですよ。見えなかったと思うんですけど、ずっと座ってた、僕座ってこの料理できるんですよ。そこまで、簡単で、レストラン並みにですねうまい、こちらの超濃厚シチューカルボナーラ、ぜひぜひ食べてください。マジでマジでおすすめです。はい、それではですね今回の超濃厚シチューカルボナーラうどんやってみたいなとかですね、美味しそうだなとか思っていただいた方はぜひねこちらの濃いシチューきのこバター、全国のスーパーマーケットなどで、販売しておりますので、ぜひご購入のほどお願いします。